ございました。大丈夫です。6時半からだから、はい、あれですよ。あの今日はですね、まあ候補者候補キャラバンということで、あ、はい、あの候補者候補キャラバン第2弾ということで、ぜひとも候補者を立てたい、東京で今日は行いました。まあ東京といってもですね、非常に広いので、午前中は農業視察などもしながら。最後はですね、ここ新宿駅で街頭演説を行いましたけれども、まあ、たくさんの人に耳を傾けていただいて、本当に、手応えも感じています。ただやはりこう仲間を増やして、候補者を立てて、まあ、それを中心にまた運動を展開していくことがやっぱ大事だと思っていますので、東京ではぜひですね、いい候補者を立てたいと思っていますし、特に経済政策をですね、共に訴えていける、そして、日本のこの閉塞感を打ち破っていける、改革のできる人材を求めていきたいと、そう思っています。はい。外交演説の中で、はい、トリーファーストとの連携についても言及ありましたけれども、候補者立てたいとおっしゃっていて、連携する場合はどういうふうな連携をいただけますか。はい、それはですね、まあ、これから、また検討していきたいと思いますけれども、まずは政策をですね、しっかりと、今いろんな協議を行っています。コロナ対策についてはかなり緊密な連携も取って、政策的な進化は進んできたと思っていますので、その先にですね、選挙での協力ということもあり得ると思っていますので、まあ、どのように候補者を立てるのか調整をするのか、それはまあ今の時点では全く未定ですけれども、まあ可能であればですね、共に戦うような体制をですね、構築することも一つだと思います。ただ、まだまだですね、そのやっぱり何より我々はそのトミーファーストに限らず政策本位で一致できるところには協力を求めていくということでやってきておりますので、まずはそこをしっかりと一致させた上で、その上では選挙についてもその先にですね、協力する姿が排除しませんので、検討していきたいと思っています。野党との協力という意味で、はい、昨日の NHK の討論番組で、はい、立憲民主党の泉代表はですね、仮に政権交代した場合に、まあ、政権の中に共産党を入れないという趣旨を発表されているんですけども、まあ、そういった前提で政権構想の中に共産党を入れないということであれば、今後の参院選向けの戦い方としても立民との協力というのはやりやすくなります。ですね、まあ、共産党との関係を我々がずっと言ってきたのは、共産党が言う政策とは相入れないからなんですね。ですからもちろん共産党との関係をきちんと一線を引くというのは、まあ、連合も求めていますから、当然必要になってくると思いますけれども、やはり我々、安全保障とエネルギー政策ですね、ここはやっぱり国家の基本に関わるというところなので、その点でどこまで一致できるか、そこは引き続きよく見極めていきたいと思っています。すみません代表、はい、先ほど1問目でおっしゃった、はい、都民ファーストと共に戦うこともっていうのは、これは何でしょう、候補者の一本化のことを念頭に置かれているのか、それとも相互推薦だったりとかそういう形なのか、どういうことをイメージ。まだその具体的な形は今の時点で申し上げる段階にはありませんけれども、政策が一致して、同じく力を合わせるということであればですね、その力合わせの形態として、まあ、参議院選挙の戦い方については、まあ、様々な形があるだろうと、まあ、今の時点では、まあ、その段階ですね、はい、すみません、ツイッターに書かれていましたけれども、栃木県議の飲酒運転に関しては、はい、今どのような調査状況、はい、今幹事長に指示をして、本人および、栃木県連にヒアリングをしている状況ですので、この3連休を明けましたらですね、党としても厳正に処分したいと思っています。よろしいですか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。